お疲れちゃんです。ラッドです。負け作20日目やっていきたいと思います。さあ、ということで久々の負け作というかね、2日ぐらい休んでたんですけども、ちょっと引き続きにやっていきます。別に負けたとかではないんでね、はい、やっていくんですけども、まず一つ伝えることがあって、それはですね、トークンですね。まあ、クラロニアのクランに入ってるとトークンっていうものを使えると思うんですけども、まあ、カードを交換できるっていうものですね。で、トークンがこちら全部2枚ずつあったので、これクランに、まあ、協力してくださる方に来てもらって全部ね交換しました。で、交換し終わったナウがこちらですね。はい、なんで全体的にこうユニレベがね上がりそうかなっていう、まあコウモリが上がるかな。で、さらになんですよ、トークン全部使ったのはいいんですけど、さらになんとセール、特別セールが来てます。はい、ということで、このレジェンダリアパックもね前回来て開けてなかったので、もうこれも全部ね買います、今から。そうで、僕今も5000いってるんですけど、前回の負け作の最大が多分5100ちょっとだったんかな、5005ぐらいだったかな、ちょっと覚えてないんですけど、なんで今回もう今日ですよ、今日本当に負け作の最多を更新できるかもしれません。はい、ということでちょっと気合い入れてねやっていきましょう。まあ一旦コウモリあげようか。さあ11位、このワイルドカードえぐくないですか。さあ、というわけで最強のワイルドカードを手に入れました。で、まあこの辺も適当に買って、こちらのねレジェンドアリーナバリューパックも買っていきます。いや、マジでバカ強くなるっすよ俺。いや、お願い、本当に使ってるやつ来てくれたらガチで出す。インドラもレベル上がりそうですね。さあ、デリバリーファイアスピゴブリミニペホグ、んにゃー、ジジイやないか、いらないっすね。あ、でもこっからいじれんのね。いやー、さすがにゴブリンバレルタルババあたり欲しいけど、タルババかな。あー、熱い、これは熱いっすね。で、レアがファイボ墓石あたりが、レアが結構欲しいんすよね、ファイボ墓石。いやー、ファイボ墓石お願い、ファイボシ、いやー、やばい、ラストお願い。あー、マジか。いやー、これ結構痛いですね。まあでもこっから、ワールドカードガチで熱いな。てか今日でさ、いやー、ユニレベル多分めっちゃ上がるっすわ。で、タワーレベルも上がっちゃうっすね。上げない方がいいかな、タワーレベル。結構悩むとこっすね。うわー、なんかいらねえな。いらねえカードしか出てこんやん。いやー、マジでいらん。最悪だ。課金だけしてる。金が。痛い痛い痛い。いやー。まあ、メガナイトはね、指南書使うんすよね。まあ、一旦持っとくか。いやー、もったいないけど、それ結局指南書であげるつもりなんで。さあさあさあ。いやー、ワイルドカードはガチで強い。普通にやばい。もうこの辺いらない。いや、マジいらない。いや、いらない。あ、すげえ、熱い、すげえ、熱い、すげえ、レベル10よ。の、宝石熱い、宝石熱い、宝石マジ熱い。いやー、まあ、バルーン、使う？いやー、お願い。インドラが嬉しい。インドラが一番嬉しい。いやーん。ランバーかなー。さすがに。さあ、ということで、ガチでやばいっす。本当に、多分、タワーレベル10にできるんすよ。さあ、トークンがあるので、全部ちょっと使っていきます。スケ10、インドラ12。で、コウモリはね、指南書使いたいんですけど、ワイルドカードで、頑張って12にやってからの、後から13かなー。これ集まるかな、コウモリ。タルモンもう少し。で、嬉しいことに、ファイボも11位。で、タワーレベルは上がらない。でかいでかいでかい。タワーレベル上がると世界変わっちゃうんですよね。さあ、ということで、余りはこんぐらいかな。よし。まあ、これも適当に上げて。まあ、デッキはな、中身はな、変えるプランはないですね、今んとこ。もうここまでこれできたので、これでいきます。いや、ユニレベ結構お化けになったら、多分、なんかすごい、えぐいの引かなければ多分大丈夫な気がします。さあ。最多更新まで多分あと4勝ぐらいです。本当に。うん。これ多分本当寸止めしてるのいいですね。タワーレベル、あー、ちょっと強い。うん。タワーレベル上げると、その瞬間に、なんかタワーレベルプラス、プラマイ2まで当たるんですよ。多分クラロワって。で、そう。ユニレベル上げた瞬間に、なんかもっとレベル高いのとか当たるようになるんで、できるだけタワーレベルはね、上げずにユニレベルが高いが理想なんですよね。そう。なんで、まあ、できるだけね、あんまりネベ上げたくないよねっていう。いやー、ちょっとめんどくさいっすね、これ。まあ、さすがに踏むか。踏んで。うん。いや、オッケーオッケーオッケー。いやー、マジで、この辺になってくるとちょっと怖くなってくるっすね、でもさすがに。今さっき2レベルだけ上げてたのはね、でかいっすね。あー、ウッドもしっかり持ってるよーっていう。マジで、ここまで、5000までに来るまでに、本気で多分5回ぐらいかな、ちょうど5回ぐらい、もう負けそうな試合があったんで、もうギリギリ生きてるんですよ。ギリギリね。
いや、だからちょっとね、あんま気は抜けない、気抜けないっすよね。よいしょ。で、マクサク2日かな休んでたんですけど、普通に、ちょっとバタバタしてて、僕、地元の方が岡山なんですけど、彼女がいて、彼女の卒業式とかがあって、そう、それに、会いに行ってて、ちょっとね、マクサクを取る余裕がなかったですね。そう、申し訳ないです。っていうので、2日ぐらい休んだんですけど、ほんとコメントで、YouTube のコメントでね、面白いのがいっぱいあってね、まあ、負けたんですかとかならわかるんですよ。編集でね。編集頑張ってしてるのかなみたいなのがわかるんですけど、なんか、負けて運営に頼んで、負けたことをなかったことにしてもらってるんじゃないんですかみたいな。そう。大丈夫っすかそんなこと、ずるっすかって。なんか、運営と協力してずるしてるんじゃないですかってさ、みたいな。あって。いや、さすがにさすがにその発想はなかったなと思って、ええ方法を俺も知ったっすね。そんなことできるんかと思いながら、で運営に負けたことをなかったことにしてもらうって頭いいのかもうずなんかバカなのかどっちやんっていう感じなんですけど、まあ、そういうこともねできるのかななんて思いながら、さあまあ無事に勝ってきますよね。いやメガナイトインドバレル13、13、12なんで、ユニレベを上げれても上げないが正解かもしんない。で、これ、魔法の鍵があるんで、宝箱の鍵か。俺もう直上げちゃって、いいやん、いいやん。あはは、ゴミ箱やないかい。さあ、5042。いやー、いいよ。マジで。開けるの怖いな。マジで。なんかさ、ユニレベ、それこそコウモリをさ、これ自力で、あー、ちょっと59の、なんでコウモリを自力で12にして、あ、待って、これやばい。結構笑えん。ハシマイガゴムレで、ハシマイガゴムレで、ボコされそうになってる。いやー、これやばいな。危ない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 。怖い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 ね。何言ってたっけ？いやー、コウモリをそう12にした後、指南書があるから13までできるんですけど、コウモリを。そうしたらね、タワーが10になるんですよ。ね、どうしようかな。それだけマジで悩んでます。タワーレベル上がっていいからユニレベル上げるべきかどうか。正直、タワーレベルずっとこのままでいけば、最悪タワーレベル11としか当たんないから、なんか、そうなってくるとこのユニレベル這い上がれる気もするんですよね。うわぁ、めんどくさい、めんどくさい、めんどくさい。いや、マジで笑えん。痛い痛い。ほんとにやだ。え、ガチやばい。ほんとにやめてやめてやめて、やめてやめて。何その攻め方。いやん、マジで嫌い。何これ。何これ。ガコムレレイジにしばかれるんだけど。やばいやばいやばい。もうさすがにね。さすがにね。ファイボ入れてるんでね。何のためのファイボってほんとに。ガゴムレですよ。対ガゴムレ専用まである。よしよしよし。なんで、ちょっと今回は、ワンチャンユニレベ上げれても、わざと上げない作戦で、もうガチトップまで行きたいな。よいしょ。いやー、インドラ強っ！ええやん、ええやん、ええやん、ええやん。インドスケで。勝ってる、勝ってる。いや、こうやってなんかね、ちまちまやっていけば、無限にいけそうじゃないですか。だってユニレベ僕、バカ高いっす、今。これだって負けないじゃん。普通に考えたらっていう思いがあるんですよ。本気で6000行きたいです。いや、ガチ、でも6000行ったら本当にやばいと思うんですよね。タワーレベル9、6000。まあ、ユニティブ仕上がってたらあれか。全然いけんのかな。もうガゴムレだけえぐい。よいしょ。まあ、これインドラ、インドラ化け物だな。で、ここに対してミラーガゴムレが来る読みのその間に攻めちゃう。いや、俺天才やん。うい。うい。うい。オッケー。ユニレベ高っ。タワーは9なんですけど、タワー11とか当たってもいいんですけど、全然当たんないっすね。うん。さあ、これノーマルの割れ方もこれもありがたい。いや、もうすぐだ。コウモリやばい。これ上げたらやばいのかな。800でしょ。
まあ負けないこと大事ですからね。ああ、タルベ10、これちょっと集中っすね。ここが多分5100です。ガチで5100。いやー、これスケだけじゃ多分足りないんだな。フリーズボーイしてる。オッケーオッケー。ふぅ、ユーのウッドフリーズ。フリーズか。いやー、バルーンだから可能性もあるね。いやー、もうバルーン用にもあるからね。ファイボはね、やっぱ緊急回避っすね。そのコメントでも柳雨の方がいいとかライトニングどうとかやっぱあったんですけど、やっぱ格上っていうのに対してファイボかなって思いましたね。やっぱ格上だとユニットがなんか思ってもいない、なんだろうな、想定外の残り方をしちゃうというかね。なんかダクネとかがさ、めっちゃ残っとったり、ウィザードとか、それこそバルーンだったり、まあ、全てに緊急で対応できるのがファイボかなと思ってね、ファイバー残してます。まあ僕もこれヤナメでいいんじゃないとはね、本当に思ったんですけど一瞬ね。やっぱ緊急回避、格上に勝たなければいけないっていうので、やっぱ火力がいるっすよね、のファイボっすね。わあ、これめんどくせえな。スケルトン強っ。待って、やばいやばい、マジやばい。ネクロ、もう HP バグ、え、ガチでバグ、ええぐい、ほんとにえぐい。 HP バグすぎる、バグすぎる、バグすぎる。いや待って、スケがバグ。いやこれでもおもろいね。まあ、これ勝って71か。これ勝った後にもう一勝できれば多分ね、負け作の俺は去年の記録を超えられる気がする。さあ、インドで8枚焼くとか、この辺は大事になってくるよね。やっぱ強いからね。で、インドラマジ格上に最強。いや、あのネクロがね、お化けなことをさっき知ったね。いやー、届きそうだけど。いや、まあでも、相手もね、こいつユニレベルずるやんってなってると思うんですよね。間違いなく。ずる対決ってことでやっていこうや。あー、それやばい。ちょっと、不意に来ちゃったね。ハードカウンターだよ、これ。お兄さん。てか、ビビって名前、なんかマルチ上位でもいるんすよね。なんか人気なのかな、その名前。おれ!おい!オッケー。さあ、5100。いや、5100は熱いよ。いやー、ちょっと怖かったかな、ほんとに、ここまで来るの。まあ、終わるときは一瞬なんでね。気抜かずにね。よし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 。いや、多分次勝てば最多だったと思うんだよな。ナイス。俺ナイス。いや、生きるぞ。で、トークンもちょっとゲットしたんで、ちょっとまたクラン立てて、ちょっとね、協力してもらいます。さあ、これ勝てば最多更新です。タルビ10だ。ふぅ。怖い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 。格上ですからね、一応。一応ね。タワーはね。ユニットは知らん。はい、ゴースト10。いや、かわいい。いや、かわいいんだけど、なんか、その、ウルトラ多いですね、ちょっと。いや、いいよ、コウモリ。あー、めっちゃエポイ来た。ゴースト用のポイズン、なんならもうペッカ工場。え?ガチでペッカ工場なんですけど。そんなテンプレ来んのかな?まあ、ユニレもそんな高くないし、うまい説あるな。エレキ。こんにちは。そんなね、うちのイントラに触れさせないわよって。で、ペッカ工場ならあなた、おしまいです。はい。このスケ追加までがちょっといやらしいかな。よし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 。よしよしよし。ボコボコやないかい。オッケー。よし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 。いや、これで最多更新よ、俺。いや、でっけえ。最多更新のセール降ってこねえかな。よし。まあ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 。いや、まあ、こっからですよね。5000超えてからっすよ。まあでも、タワーレベル上げないのちょっと強いかもしんないね。さあ、5130。いや、どんどん最多更新できるね。でも、なんならこっからタワーレベル9が当たんないっすね。いや、これタワーレベル上げたらね、急に12とか来だすんで。で、タワーレベル12だと多分ユニレベもカンストとかもあると思うんですよね。よいしょ。
いやー、止まってくれ。よし、ラムでも精一杯。ふう。さあ、ベビードラー、インドでよかったかな。いやー、まあまあまあ、やっぱタゲ変わるのよくねえが、攻めてくんねえ、あんた。インドラ12だよ。これ前学んだのが、ウッドとか持ってる相手に対してやっぱ本当にダメージが通らないんですよ。僕の高回転のウッドとか、それこそヤナムウッドとかの相手には僕の攻めが通らないんで、こう安牌な立ち回りで負けないようにしつつも、攻めたプレイで勝ちにも行かないといけない。そう、負けないかつ勝ちに行くプレイが必要になってくるんで、その辺ちょっとね、こう無理やり回して、これウッド回ってないんですよ。だからこれである程度ダメージが入るよねっていうような、こういう攻めをどんどんしていかないと勝てないですね。うん、守ってるだけで今までは良かったんですけど、負けないようにね、この辺になってくると勝ちに行くプレイをしないといけないっていうのがちょっと大変になってきますね。ちょっとこういやらしいね。あー、インドにだけ行ってよ、お兄さん。いや、インドラがインフェを壊そうとしてる。で、次これウッドなんで、ウッド持ちにはゴブリンバレル手前か奥にするのがいいですね。で、僕相手とサイド違う方がいいので、逆サイドにします。で、奥か手前にするとね、ウッドを外すことがあるんですよ。守ってくんね。いやー、タル12の圧。いや、普通にちょっとやばい。なんかやばい、なんて言うんだろうな。やばさを感じにくいと思うんですけど、やばいんですよね。いやー、だるい。いや、手前にするとちょっと絵が入るね。オッケーオッケー。で、エレキも持ってるんで。エレキもね、俺嫌なんですよね。で、メガナイトこれ出してーなー。まあ、ファイブとかか。いや、一生まあこれで攻めつつ、たまにメガナイトをね、刺しに行くのもあり。いや、でも左の方が刺さってる。で、相手も、なんか攻め手がないのかな、もしかしたら。よしよし。でも、このタルババが強いかんな。タルババで攻めちゃうって。あれ？寝た？ここまでの頑張りよ。急に台無しにしてきた。あーい。いや、まあでかいっすね。まあ負けないのも大事だし、勝ちに行くプレイヤーもちょっと必要になってくるんで。いやー、これからが怖いぜ、マキサク。ね。よーし。ということで、5160ですね。まあ今日はもうここでね、ちょっとストップしたいと思います。ちょっと引き続きね、前にちょっとビビりながらでもね、マキサクちょっと進めていきたいので、また明日もね、楽しみにください。よければチャンネル高評価もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。